相場がかなり急激に動きまして、はい、ちょっと振り返っていきたいんですが、小林さん、説明お願いします。それでは、画面を共有させていただきまして、説明させていただきます。ですね、まず、マーケットの振り返りなんですけれども、こちらは、コロナ、新型肺炎のコロナ後の値動きですね。3月に下落しまして上がっていたと。で、この四角の部分が、7月の相場っていうところなんですけれども、で7月ですね、皆さんご存知のように、停滞いたしましてですね、でそこから上がっていったという動きになります。で、6月末からですね、デファイ、分散型金融のブームというのがございまして、ここはビットコインとかには反映されなかったんですけども、その7月の半ばあたりにはリップルの20円回復ですね。であとですね、金の高値更新というところで、ニュースがございました。でその後に上がっていったというところになっております。で前回ですね、第3回で藤巻さんと、お話ししたですね、緩和マネーの流入というところ、そういったところが関係しているのかなとは思っております。で7月のマーケットのキーポイントですね、先ほど説明いたしました通り、デファイ、分散型金融ブームによる、イーサーの、イーサ主導の上昇ですね。あとは緩和マネーの株式市場への資金流入、あと金価格の最高値の更新、あとビットコインのですね、年初来高値更新しておりまして、半減期からの、足元を固めている、そういった状況になっております。あとですね、こちらですね、ビットコイン円とナスダック100 株式指数の比較なんですけれども、コロナ以降はですね、ややちょっと似た動きになっているのかなというところですね。で直近ではですね、週末の上昇というところもありまして、株式は、動き連動はしていないんですけれども、月火ですね、ちょっと、ここはちょっと連動していないかなというところ、そこがちょっと気になるところかなとは思っております。あとですね、これはですね、2017年12月からの動きなんですけれども、これ下半分が、いわゆるヒストリカルボラティリティのチャートというところです。これは値動きの度合いを、表したところなんですけれども、ずっとですね、低迷が続いておりました、直近ですね。で、この青の矢印のところ、これが、1年前ですね、2019年の春なんですけれども、ここを先週まではですね、割ってる状況ですね。かなり動きがなかったというところ。で、ここからですね、ポンとちょっと反発してきたなという、そういったところになります。はい。私からは以上になります。はい、ありがとうございます。やはりこうしてグラフで見ると、このところ停滞していたビットコインの動き、さらに今後どう発展していくのか、読み解いていきたいと思いますが、ドリミンさん、現状、はい、何がこのところのビットコインの急上昇を招いて、どんなプレイヤーがそこに参入しているのか、どうご覧になってますか？このところといいますかですね、ビットコインって、ちょっとチャート共有させていただいてよろしいですか？どうぞお願いします。そうですね、まずこちらですね、ビットコイン始まって以来の週足の対数チャートなんですね。でこれご覧いただいたら分かるんですけれども、すごくロングタームで見るとビットコインってもう高値でもう滞留してるわけなんですよ。確かに。ここは2017年12月の、すいません、これ僕の場合全部ドルで話しますね。はい。約2万ドルまで迫ったところですが、でそこから急落したように見えるんですけどね、主要な、移動平均線、これ200週移動平均線、100週移動平均線、これは20週移動平均線なんですけれども、全く、ね、割り込んでないんですよ。ですから、市場ではすごく、目先のことを見て弱気になってる、強気になってるって感じになってるんですけども、例えばバイアンドホールドでガチ保をする、要するに、スペキュレーションじゃなくて投資をするっていう意味では、全く心配する局面というのは起きてないんですよ。ですから、どこが入ってきた、これビットコインに新しく入ってきた投資家というのは、海外の例えばヘッジファンドも入ってますよね。例えばポール・チダー・ジョーンズなんかも入ったビットコインに参入したことを表明していますし、いろんなところが入ってるわけですけども、これ見ていただくと分かる通り、徐々に確実に入ってきてるんですね。はい。ですから、今回突然上げたというのも、本当に想定できる範囲内だったことなので、そうですね。確かにこうやってこう
一回引きで見るとよくわかりますよね。まあ確かにネガティブな動きもいろいろありましたけれども、これまあじゃあ投資の対象としてはこの先も、前回も小林さん言っておられましたけれども、どれぐらいの相場まで上がっていく、そういったものであるというふうに考えておけばよろしいですか。ですね、これですね、我々が、まあディープラーニングで、ディープラーニングのその中身、じゃあビッグデータどこなのかというと、まあ、細かい値動きですとか、例えばテクニカルインジケーターとの、対比ですとか、まあ、これものすごいビッグデータになるわけなんですね。これが我々が想定している今後8年間の動き。8年間の動きですが、まあ、これね、普通の感覚的に見ても分かることだと思うし、ディープラーニング何も使う必要がないといえばないんですが、半減期ですよね、半減期。で、2020年の間にですね、あと半減期2回あるわけなんですけども、大体半減期終わると、これも需給バランスから言って当然のことなんですけどもね、ある程度の期間、上昇期間があって、過去もそうなんですが、で、滞留期間、調整期間があってっていうのを、やはり今後も繰り返すだろうなと。で、ここから言うとですね、番組的にね、どこまで言っていいのか分かんないですけども、ここ2028年の7月中旬、ここでですね、日本円で言うと約1億円。これはね、2回目、次の半減期を過ぎることなので、ね、じゃあ直近で言いますとですね、来年の2021年の12月中旬、ここでですね、約15万ドル、1600万円ぐらいですか。1ビットコイン1600万円ぐらいまでには、いく可能性は出てくるんじゃないかなというふうに、はい、そう思ってます。小林さんがにやりとしましたね。そうですね。私も940万って言ってますので。そうですよね。はい、そうですね。前回さっき言っておられましたよね。まあ、はい、ちょっとまあ近い感じかなと思いますね。ありがとうございます。サニーさん、いかがですか？そもそもドルフィンさんのまずさっきの分析はですね、その4年ごとのそのチャートがそのままだと思います。ですから、うちのファンドもそうだし、私個人的にもそうだし、私はあんまりチャートとか見ない人なんですよね。なぜならば、この市場があんまりまだ ちっちゃすぎてですね、トヨタ自動車1社ぐらいですから、チャートを見ても意味がないんだという私個人的なそういう考え方ですね。ちっちゃすぎて。で、最近のこの相場が皆さん上昇とかおっしゃいますけれども、これはさっきドルフィンさんおっしゃるように、これはもう通常運行だっていう、上昇でもない、下がるでもない、もう通常範囲ですから、もう見る必要ない。喜ぶ必要もない、うん、いつ喜ぶかって言いますと、私の喜ぶの時点はですね、前回の最高値を超えた時は初めてこの相場が動き出すと私は思います。つまり今見ても上がったか下がったもあんまり意味がなくてですね、本当に注目すべきのが2万ドルを超えた時の、そうですね、今はもう本当に通常運行範囲だし、上がっても下がってもおかしくないっていう相場ですね。で、皆さん、じゃあやっぱり投資リスクでいうと、いつ投資しても大丈夫です、ね、うん、でけれども、やっぱり大事なお金ですから、一番いいのはやっぱりその積み立て投資だと私は思いますし、やっぱり毎月ね、少しでもいいからこそ買っていくのが一番正しい、この市場はですね、一番正しいスタンスだし、どうせ4年ごとに絶対1回バブルが起こりますから、私の実は今回次の相場は自分の中の値段はですね、20万ドル、さっきドルフィーさんの15万ドルとちょっと近いですね、次の4年、私の中の究極は1億と思ってます。ですから私自分自身も1億までいかないと自分1ビットも売らないのが決まってます。1億まで。なるほど、はい、ガチホスタンスが一番この市場では正しいだし、なぜならばちっちゃすぎるから、で、ね、障害が十分にあるから、ええ、チャート見ていちいちこう操作するよりはガチホした方が多分長期的には得するじゃないかなと思います。長期のチャートを見るとその通り大きくうなずく、まあ、そこは安心するんですけど、やはり質問にも来ていて、やっぱり暗号資産バブルまた来ますかとか、短期の動きがやはりこう気になるという方大勢いらっしゃるようなんですよね。
リコミさん、短期の動きで見るとどうでしょうね。やっぱり動き始めるとですね、やっぱ注目するなっていうところがありまして、まあ、直近もですね、まあ、大きく抜けてたところで、まあ、投資はまだ実物の投資はそんなにないといった、まあ、株式投資家もですね、あれ動いてるよっていうのは、やはり感じるところでありまして、うん、ここは、まあ、これが続けばですね、多分行くのかなと、株式投資家も行くのかなとっていうのも、どっちかというと、まあトレンド、まあ、株式の投資家もそのトレンドフォローする人もいるし、逆張りする人もいるしというところなんですけど、トレンドフォローの方はですね、まだ上昇がまだ確定してないだろうみたいな、もう少し上がってから参入する人も多分いるのかなと、思ってますので、だからまあ値動きだけで、まあ、仮想通貨が行きますっていう人はまだ行かないし、もっと、ある程度値動きが、まあ、出てくるとですね、逆にお金が流入するのかなっていうふうには思ってますけど、はい、ありがとうございます。いや、ヒロピーさん、おそらくこういう質問が来るのはまさにちょっといろんな給付が入ったりとか、手元にある資金をここからどこにどう振り分けていこうかって狙ってる方が大勢いらっしゃるのかなと思いますけれども、短期の動き含めて、いろいろ今日またチャート用意していただいてるんです。そうですね、なのでと思って画面共有の準備してました。お願いします。共有します。まずはじゃあ、週足ぐらいから見ていきましょうか。はい、画面共有見えてますか？はい、見えてます。はい、まあ、ちょっと円建てに直してみました。今だいたい116万円ぐらいですね。ちょうど目先のレジスタンスラインを抜けてちょっと戻ってと、まあ昨晩ですかね、120万円一瞬でタッチして一気に、下落してと乱高下しましたけれども、まあ重要なレジスタンスラインを抜け始めてきたので、まあ今週ぐらいにこの116万円以上でクローズすれば、来週また大きな相場が狙えるような展開になるんじゃないかなと思います。目先ターゲットはまあもちろんですが、まあ、150万円、おととし、のあ去年の高値ですね、に向かって伸びていくようなイメージで、多分いろいろな、コラムとかコインテールグラフさんの記事とかには出てくると思いますが、ここを意識した展開みたいなのがもう本当に来週あたりから、わらわらと出てくるんじゃないかなと思います。まあ、あとはまあじゃあ多分ですね、これ結構ポジション取れてないと思うんですよ、ほとんどのユーザー、まあつい先日までこういう風になってたわけで。あ、そうですよね、長い長い、レンジ相場があってですねまあ僕は暇でしたよはい、が急に抜けてですね、結構うまいプレイヤーもですね、この辺で意外と一回逆張りとか張ったりとかして、一発でワンタッチで抜けることってなかなかないんでね、それは裏を突かれたような形で、まあショート勢がちょっと捕まってくれたおかげでこう押し上げたっていうような、イメージになっていると思います。まあ、なのでね、どちらかというとあんまり押し目を作っちゃうと買い遅れぐるみが逆に買ってしまうんで、みんなが買うとですね、上がったとこ売ろうとするんで、実はもうこのままだらだら上がってってくれた方が、あっさり150万円とか、さらに150万円を突破する可能性っていうのは高いかなと思ってます。まあ、なので、まあ、もしね買い遅れてしまったっていう方がいたら、まあ、ちょっと目をつむって少しでも、まあ、こういうのを打診買いというんですけれども、打診売買を始めて、まあ、もう仕方ないんでね、行ってしまう、この辺に130万円まで行ってしまうともう買い切れなくなってくるんで、まあ、まずは少額でもいいかな、ポジション取って、まあ、考えていただければいいのかなとは思います。もう一つはまあイーサリアムですよね。これはまあ先ほど小林さんからお話しあった、ディファイブームっていう、まあ、分散型金融っていう、まあまあ、ちょっと難しいあれなんですが、それの、まあ、資金集め、そして、まあ、イーサリアムが結構担保されることが多くてですね、世界中からそのディファイ投資をするためにはイーサーが必要としてですね、イーサーを欲する人が増えてきたので、この相場を押し上げ始めたっていうのが、現状になります。なのでちょっと冷やしにするとニョキニョキニョキと上がってきたわけなんですが、まあ、ビットコインより上昇率高いんですね。で、まあ、注目なのが、去年の高値の、まあ、約3万9千円ぐらい、なので、そこを直近目指す展開かなと思ってます。ここ結構イーサリアムも伸びしろあるんじゃないかなと思ってて、僕個人的には非常に楽しみな、ご覧になります。
Cointelegraph. Like, subscribe, and HODL.